時刻は3時を回りました。3時といえばマンチタイム。マンチとは英語でムシャムシャとかモグモグといった意味があります。なのでマンチタイムはムシャムシャモグモグタイム。ちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな。今日のおやつはごめんなさい、こちらアルフォートミニチョコレートプレミアムピスタチオ。ビスケットとチョコレートを組み合わせたブルボンのアルフォートからナッツの女王とも呼ばれ、上品な旨味と香りを持つピスタチオを使ったアルフォートミニチョコレートプレミアムピスタチオが発売されました。帆船をかたどったアルフォートのチョコレートに香ばしくローストしたピスタチオのペーストを練り込み、ピスタチオパウダーを加えた全粒粉入りのビスケットを組み合わせたとのことです。ビスケットにはほんのり塩味を効かせ、ピスタチオの風味を一層引き立てる味わいになっているそうです。では今日のおやつ、ブルボンのアルフォートミニチョコレートプレミアムピスタチオ、いただきます。美味しそうですね。あのパッケージではすごいなんかドロドロドロっとピスタチオがかかってる絵になっているんですけども、ちょっとね今ね口の中結構パサパサで、ちょっと水分補給してもいいですか。ごめんなさい、これほんとやばくなると思う。ちょっと待ってくださいね。はい、では準備ができましたので、よし、さっき飲んどけってね。よいしょ、オープン。おお、あ、美しい緑色です。なんと言えばいいのかな、薄緑ですね。はい、あ、これね、うわー、ダメダメ、言っちゃダメ、マーガレット言っちゃダメ。さっきコメントできてたんですよ。私がピスタチオを食べるときは、まあ靴下が登場するんですけど、大体。でも今日はね、言わない。もう一個のエピソードあるんですよ、ピスタチオ。アメリカでピスタチオ通りに住んでいました。住所が、ピスタチオ通り。これ、5回目ぐらい言うの。では、ちょっと靴下の匂いする。はい、いただきます。風味は、ザ・ピスタチオなんですけど、口に入れた瞬間にこの全粒粉なのかなの香りがまず来て、一番にで口パサパサだから喋れない。でこのチョコレートが何でしょうね、ちょっとしっとりしてるって言えばいいのかな、してて結構香りが強い、ナッツ系の。うん。今まで一番ピスタチオの中で食べたお菓子の中で一番香りが強いかもしれないです。なんかクリスマスっぽい感じしますね。どういうことなのか。はい。そんな感じでございます。美味しかったです。ZIP FM 77.8